こんにちは今回のオンラインギャラリートーク「X10CT 装置の文化財保存への活用」を担当する東京国立博物館の宮田です皆さんは、X「X10CT」CT、と聞くとどのようなことを思い浮かべるでしょうか怪我をした際や人間ドックなど病院などで使用されることを想像する方がほとんどだと思いますが実は「 X 線 CT 装置は文化財保存の分野でも活用されています。博物館では文化財の保存と公開を両立し作品を後世に残していくためさまざまな取り組みを行っています。今回のオンラインギャラリートークでは当館の保存修復事業の中での X 線 CT 装置が担う役割をご紹介していきたいと思います。ここは 本館17室です保存と修理と題して文化財の状態を調べる調査診断文化財の保存や展示環境を整える予防保存損傷した文化財を修理する修理保存の3つのコーナーを通して当館の保存修復事業をご紹介しております X10CT 装置はこの中で作品の調査を行うための装置としてご紹介しています。 X 線 CT は物体を透過する性質を持つ X 線を用いて物体の構造を調査し内部を立体的に把握することのできる装置です人間がけがや病気で体内の状態を調査するのと同じように文化財の分野でも作品の健康状態を調査するのに用いています。それでは、は X 線 CT 装置をを用いて文化財のの調査を行うのは 実際はどういった場合なのでしょうか文化財は様々な要因で劣化や損傷をしてしまうことがあります保管状態では宙害や温湿度などによるカビの発生展示などで露出している状態では光による退色や地震などによる損傷また輸送など作品を動かす際の損傷です博物館では これら文化財の損傷のリスクをなるべく減らすため、温湿度や光の管理、免震装置などの利用など、さまざまな対策を行い、文化財を守っています。しかし、博物館で取り扱う文化財は、制作されてから何百年と経つものも少なくありません。外的要因だけでなく、構造や素材の経年劣化の影響で損傷してしまうこともあります。 文化財は適切な管理をしていても状態を維持することはとても難しいものなのです損傷が確認された文化財はそのまま放置するとさらに状態が悪化したりそのままでは作品を公開することもできませんそのため損傷の疑いのある文化財は作品の状態を確認することとなり調査の結果修理が必要と判断されれば修理を行い 再び展示や安定的な保存が可能な状態へと戻す必要があります x 線 c t 装置はこの作品の状態調査で主に使用されることになりますこちらが当館の x 線 c t 装置です大型のものが垂直型と水平型の2台こちらの垂直型はターンテーブルを回すことで様々な方向から撮影をする構造となっています 高さ2メートル50センチ、幅が2メートルの円柱状が最大撮影範囲となるとても大きい装置です。ターンテーブル上に安定させた状態で載せることができる作品を撮影するときに主に使用しています。こちらの水平型はテーブルの上に作品を置きその周りを装置が回る構造のため作品が動く心配がなく、作品を安定させた状態で ターンテーブルに乗せることが難しい場合によく用います最大撮影範囲は長さ3メートル直径が1メートルの円柱状の範囲が撮影範囲となっておりこちらの装置で撮影した代表的なものでは当館所蔵で東洋館に展示してあるパシェリエンタ波のミイラなどがありますまたその他に垂直型と同様ターンテーブル方式で 大型 CT よりさらに細かな情報を得ることが可能な装置もありますこれら計3台を撮影する作品の大きさや形状などをもとに使い分けて使用しています X 線 CT は人間の目では確認できない物体の内部の情報を得るための装置ですいわゆるレントゲン写真をさまざまな方向から撮影しそれらの情報を コンピュータででで計算するるこことと三次元的な情報を得ることができますレントゲン写真では厚みのある立体物の情報が1枚の画像の中に収まってしまうため奥行きの情報を得ることができません。対して X 線 CT では三次元データを作成するため作品内部の位置情報それがどのような構造なのか傷やひび等があれば それがどの程度の範囲まで及んでいるかなど、さまざまな情報を得ることが可能です。こちらは、マドモアゼル・スザンヌという素像の作品です。表面にひびのようなものが確認できます。表面に見えるひびが、内部ではどのような状態であるか確認するために、CT 撮影を行いました。撮影結果がこちらの映像です。 作品の内部の状態、台座との固定方法やひびの状況がよく確認できます。こちらは木造のニョイリン観音座像の断面画像です。木造の作品などは木の木目の方向や部材の分割の位置なども確認でき、これらの情報はもし修理を行うことになった場合に、 どのような手順で解体を行うかを判断する上で、とても重要な情報となります。また、こちらの作品では、頭の内部に交配や小さい仏像が確認でき、とても特徴的です。CT で得られた三次元データをもとに、内部を立体的に把握することができ、3D プリンターなどを利用することで、 作品を解体することなく内部にあるものの大きさや形状を手に取って確認することもできますこのように CT 装置を用いると表面からでは見ることのできない文化財のさまざまなことを知ることができます作品撮影の結果修理が必要と判断されれば得られた情報をもとにどのように作品を修理するか 修理方針の策定にも役立ちまた先ほどの作品のように作品内部に仏像が発見されたりその他巻物などの存在を確認したりとこれまで知られていなかった新たな発見をすることもあるため作品研究の分野でも活躍しています X 線 CT は作品の保存状態の確認や修理研究の分野でも 非常に重要なな調査方法なのです当館本館17室では X 線 CT についてのほか刀剣や執行品などさまざまな作品の修理に関することや X 線 CT 以外の調査機器についてまた作品の保存や損傷の予防に関わることなどさまざまにご紹介しております。当館にお越しの際は ぜひ足をお運びください。